ブーズマーケット。ブーズマーケットさん。着きました。3階ここの30だそうですよ。出ましょうかね。ウエスト。なんか仕組みが全然わからない。とにかく行ってみるしかない。まあでもあれみたいな感じ。あのビーナスコート。確かに。おしゃれじゃん。いい感じじゃん。あ。はーん。では行ってみましょう。イエーイ。めちゃめちゃ充実してましたね。大量大量大量。こんな感じで、うわちょっと待って待って、見せない見せない。後でゆっくり、後でゆっくり見せますよ。ブーズマーケット戦利品報告。イエーイ。今回の大阪旅では多分最も親子夫婦テンションが上がったのがこちらブーズマーケットでしたね。何かクルーニーグッズがね多かった。最高でしたよ。一回行って閉まっててちょっと時間を潰して電話して空いてるか確認して行ったっていう必死やもん。必死な予約付きのところでございます。じゃあ早速見ていきましょう。行きましょう。まずはルーニー以外のグッズからだ、ね、はい、よいしょ。まずはうい忍者ゾンビくん忍びって書いてますどういうモチーフなのか分かんない。可愛いよね。結構大きめのぬいぐるみです。いいですね。はい。ペンギン。バットマンのペンギン。敵です。なんか気になったので買ってしまいましたよ。いいよね。なんかサイズ感もちょうどいいんで。これはあのこちらのアメザツタラの方に飾る予定です。さあ、もうもうルーニーグッズに入っていきます。じゃあルーニーグッズの中でダフィー以外から。そうだね、まずはこれはいいものですな。これはね、いいです。タズなんだけど、ほらすごくいい機構なんだよ。磁石で頭とくっついて回転するようになってるんだよね。これは初めて見たよね、ね。出来はあちゃんとガンビーの上に落ちましたよ。よいしょ。で奥にも一応ね、ほらダフィーとファックスもいて可愛いよね。意外とタズはね、あのみんなと仲良しです。可愛がられてる。可愛がられてる。はい。あとわかんないです、ダックドジャースの謎のグッズ、何かはよくわからないんですが、まあダックドジャースであることは確かなので買いましたと。まあ開けてみますけど。大したことはないと思います。ミシガン J ブロック、でかいな、あらかじめ意外とサイズ感あります。この子のグッズって結構珍しい気がする。ルーニーの中でも謎大きいキャラだね。ね、これもよくわかんない。かわいい。さあ、そしてルーニーの中でダフィーの次に推しているキャラであります、こちら、はい、ポーキーピーグミレニアムと。ポーキーピッグミレニアム。どういうこと。いいでしょ、ムカつくでしょ。何、オイラがヒーローみたいなさ、オイラが主役感が出てます。ちょうどいい感じ。はい、これもね、ポーキーです。ジュニアちゃんと一緒。クッキーかチョコレートのカンカンですな。だから本来で言えばゴミですよ。中は入ってません、うん、当然。
なパッケージがあったんだね。かわいい。これも一応そうだね。パックスとコーキーペチュニアの絵本ですか。後ろとかすごい名前が欲しい。そうそうたるいろんなキャラだってな。おしゃまやなこんな感じでおしゃまなイラストと優しい英語で作られた子供向け本です。おしゃまです。じゃあいよいよダフィーダック系グッズということで、うん、まあそういう意味ではまずダフィーめっちゃ純粋なダフィーではないということで、ランチボックスダフィーとこれのよう見たバックスとタスじゃないですか。仲良し、はい、これランチボックスサーモスのなんと、水筒入りということでですね、本格的ですけど、いや弁当はここにしか入んないのかみたいなサンドイッチぐらいですね。これはコップですね、プラスチックのコップ、まあ、メインところのキャラクターがニコニコでかわいいっしょ。みんながなんか幸せそうにしてると嬉しくなるんですよ。泣きかけるよね、うん、なんでかわからへんけど。さあこちらは何でしょうかね。はい、うん、オーナメントなのかな。オーナメントかな、結果割としっかりとした、素材感、石っぽい素材感で、後ろにはメイドインチャイナと書いてありますよ。ダフィーが映ってたら何でも買っちゃうからね。 何かわかんなくても買うんで。そして、弟子か。弟子。いい加減名前覚えるようなんだけど、名前覚えれてないんです。弟子。の弟子。ボート乗ってる。これなかなかボートの出来がいいボートで。そう。かっこいいよね。デザインがね、いいんですよ。素晴らしいです。タートルネックを着ています、ね。弟子は。タートルネック。タートルネックです。顔もかわいいよね。なかなかよくできたよ。そして、ダフィーはダフィーでもベビーダフィー、赤ちゃんルーニーチューンのシリーズ。なんか口が穴開いてる。これもスナックか。泣きませんシュポシュポ言いますよ。もしかしたら頭が開くのかな。泣きませんシュポシュポも言いません。イエーイ。これもタイニーツーンのダフィーちゃんですね。かわいいね。サギ持ってる。サギ持ってる。おもつして。おもつ入ってる。なんかいいっす。形かわいい。まあね、鳥は大人になってもどこでもかしこで今後しますけど。さあ、そして今度はダフィーですよ。これは正真正銘ダフィーだ。カートに乗ってバックロットカートファイブと書いてますが、乗ってます。大人になったなという。ベビーを見た後に見るとこう、なんなったなって感じがするでしょ。顔がシュッとしてるよね。免許も取ったってことでしょ。免許動くらしいですよ。これここ回すと全部好きで走る。動いたら重みで動かない。で、ショービズダフィーですね。いいですね。このショービズ系のモチーフはね、結構集めてるんです。いっぱいちょっと集めてね、こう棚にずらっと並べようかって今企んでます。お仕事してます。そして最後ですね。はい、ダフィーダックなんか変なダフィーダック。かわいいよね。かわいい。頭の形がもうフランケンですよ。見てください、このフランケン頭を。でもなんか初めて見たけどすごく出来もいいし、サイズ感も可愛くてちょうどいいです。似てるね。プラスチックですね、足とかは。なんだけど骨抜きされてます。うんうん、えーっつあ、ブーツマーケットさんは以上ですか。以上ですね。いや本当に言うてお店自体はね、そんなに大きくない中で所狭しと、そう、まあ、ルーニーグッズも充実してたし、他のキャラグッズもね、めっちゃあったよね。なんかちょいちょいインスタでその店内の紹
幹線で使えば2時間半横須賀から行くより東京から行く方が近いでしょ横須賀からだとまず新幹線乗るまで1時間かかるぞとところですから、はいはい、皆さんもブズマーケット行ってみてはいかがでしょうか。イエイ OK